打っていく、ファースト飛び込んで、ディアがボールを取る、キャンバスを踏んだ、一塁アウト、ここはファインプレー、ランナーはセカンドへ、これは大きいプレーですね、はい、これはもうディアは大ファインプレーですね、落ちるボール、セカンド、ジャンピングスロー、一塁はファインプレー、三森の好プレー。両チーム初回からいいプレーが出ます。鍵はバントの構え、バントするピッチャー前、ピッチャー二塁に送った、一塁転送、一塁もアウト、ゲッツー、これはフィールディングお見事です。山本もう迷いなくセカンド送球、163ボール当たっています、ツーアウト、打ってファースト、一塁間太田取って一塁に送る、間に合った、セカンド太田回り込んでボールを抑えて一塁送球、ワンアウト、見たんですがピッチャー前、163とボールが渡ってのゲッツーでした。ここは軽くジャンプして一塁間の真ん中、清方ボールを通っています、ファーストハーフライナー、手が出ませんでした、センターに打ち返して牧原下がっていく、フェンスいっぱい、追いつく、まあゴロゾーンの可能性ありますからね、はい、ショートの右、紅林をさばく、一塁送球、バッターランナー俊足のシュートを右京ではありますが一塁アウト、フォーク三遊間、胸がボールを取った、一塁に送る、ヘッドスライディングはアウト、ファインプレー、三遊間胸優馬飛び込んで一塁送球、柳町もヘッドスライディング、一塁アウト、いやこれは見事ですね、低めの球を打ってサードゴロ、二塁は一塁転送して一塁もアウト、ダブルプレーです、ショート源田です、安心安全の源田の送球なんですがちょっと高くなりましたがアウトです、ツーアウト、源田選手でも足の速いバッターの時は急ぐ少しコントロールが乱れるっていうところですよね、なるほど、ここもフォークがちょっと高めから落ちました、はい、ピッチャーゴロになってランナーすぐ戻ります、気持ちは伝わってきましたけどもね、バントの構えになって、さあ自分もちょっと生きようという感じで走りましたが二塁アウト、まあナイスプレス、ここはバントがちょっとこう正面に行きました、落ち着いて、ね、いいフィールディングでしたね、セカンドの右、ここはなんと追いついた外崎、ランナーは二塁三塁です、よく追いつきましたね、トムサキ選手、最後のアライナー途中に日本ハムからやってきた平沼翔太、セカンドいい当たりはライナー正面です、森センターへ打球は向向きですが余裕を全開で持っていました、ここ向いたまま我慢できるといいんですよね、スリス三郎飛びついて取りました、ファインプレーを見せてきました渡辺、強烈な打球でしたけどね、渡辺良明もファインプレー、中村拓也、かなりの強烈な打球、もう一回牽制アウトです、ここはバスミス自ら自分の力でアウト取り戻しました、スリーアウト、まあ、結果3人で終了、今がラストボール、セカンドゴロあった、4、6、3と渡ってゲッツー、縦のこうスラッガーみたいなものにね、はい、早く出てきてほしいと、サード八千がチャージして一塁送球、ジャンピングスロー、ナイスプレイ、正解ですね、八千サードしっかりと堅い守備見せています、それで2アウト、で硬いところはあるんですけれども、でこれはピッチャーです、さっきジャンピングキャッチして一塁送球、いきますよね、はい、んこれはショートの打球は6、4、3は俊足ですが間に合いません、ファーストはすごいな、上川畑、上川畑の守備でセカンドフォースアウト、ダブルプレーも取れませんでした、ああもう上川畑が結構あの相手からヒットを奪い取りますよね、これよく周りの人も分かってますよね、この拍手ね、はい、ああなるほどね、上川畑の守備に対する拍手、はい、コロナの影響を受けて離脱した選手で残ったとかね、反対方向のバッティングはフェンス際、ここは荻野でした、ナイスプレー、荻野掴んで3アウト、4
これは変化球で通っていますで清宮が、ベースカバーに入った伊藤に個性、ね、清宮がライン際飛び込んでいって止めたというシーン申し訳ないんですけど、うん、清宮は今までのイメージだと、はい、あ倒れ込んで抜けたと一瞬思ってしまいました放送席からただしっかりグラブに収めるから、ダイビングで取ったという表現になるんですよねとなっていますなんとこの強い打球しかし飛び出していましたダブルプレーでスリーアウトかという判断ですよね、はい、強い打球今度もヤチで一塁送球ホットコーナーホットコーナーの活躍もうここは打球を通させませんヤチの守備山口サードゴロに終わっていますツーアウト山口も今うまく引きつけて打ったけどな、ね、ちょっとスロージャスだったんじゃないのみたいな、緩い球を低く丁寧にいかに投げれるかなんですけどねセカンドへの打球岡が今日ファーストアットバットでしたがセカンドナイスプレーいな今のカズナリが変わって入っていますけれどもね守備でしっかりとアピールナイスプレーあれ難しいんですよ体逆ひねりしなきゃいけないんでねこれでもそう考えれば石井和成の得意